これ態度グラフで、この赤い部分がよく魚が、釣れる時間、まあ、魚が餌を探し求める、時間になっています。すると、満潮の時間、干潮の時間っていう前後っていうのは、この空白になっていますが、この時間というのはあまり、魚が、釣れる時間ではありません。ただまあ干潮前の1時間、干潮、潮が満ち始めてからの1時間、この時間っていうのは、あんまり潮が動かないので、魚が、あんまり食べる気になっていません。それなので、簡単に、分かりやすくすると、満潮の前後1時間、これだと10時23分からお昼の12時23分、この時間は魚が釣れる期待値がちょっと低い状況になります。で、夕方の5時9分から夕方の4時から夕方の6時過ぎぐらいまで、この時間はあまり魚が活発に餌を追うような時間ではありません。特にこの6時以降は潮が動き出すので、6時以降が狙い目の時間になっていく。